こんにちは、ミサヤマさん。今回も動画を送っていただきましてありがとうございました。今回良かったですね。動画の前半部分に時事問題を扱っていて、やっぱりリアルタイムですね。このニュース私もちょっとびっくりしたのと、あと私のね、知り合いにも結構その地元の会社でね、お勤めの方がいらっしゃって、この私福山市ってところに住んでますけども、福山市って言えば製鉄の町なんですよ。 JFE っていうところがまあ軸になって、その下請けとか取引先が福山一円にあるわけなんですけども、ここはですね、航路を閉鎖するということで、まあ一大事なんですよね。もう早速ですけども、取引先の方ではちょっとね、取引がなくなって、主要取引先だったんで、そのまんま休業ということになってしまったりとか、あと肝心なのがですね、一つの会社の労働者が減るっていうことは、その近くにある飲食店とか、まあ店舗さんですよね、こういうふうなところもやっぱりもろに影響を受けるわけなんですよね。で、今の時代はそういうふうにみんなで集まってする仕事ってのは、こういう風向きにすごく弱いんだろうなっていうふうに気がするんですよ。で、私はこうやってね、一人で隠居という形を取りながら収入を得てるわけなんですけども、私のところにはね、影響があるようでまだあんまりないんですよね。結局商売をいくらでも変えることができるんですよ。収入源をいくらでも変えることができるんですよ。まあ、ですんで、今一番伸びてるものを扱っていったりとかね、それから今一番、ダメージを受けてるものから撤退したりってことが、その1日単位とかね、数時間単位でできるんで、ラッキーだなっていうところがありますよね。で、あと FX っていうのが、もういつでも私に利益を運んでくれるっていうところに来てるのもありますよね。だから私はね、改めて思うんですけども、FX だけやっとけばお金の悩みはないなと思うんですよ。で、ビジネスも全然否定するもんではないですし、まあ、多年性はビジネスで作った方がいいんでね、ビジネスを進めていただきたいなと思うんですけども、今回のミスターMさんの動画の話に戻りますと、今回はね、モッピーというね、有名なポイントサイトの方を紹介していただきました。確かに今ね、不動産結構熱いんですよ。というのが、最後の叩き売りが始まってます。まあ、ですんでね、まあ、面談を受けるだけでお金をもらっちゃえみたいな話にもなるんですけども、実はね、これ注意点が一つあります。不動産業者たちはやっぱりつながっていましてね、で、情報の交換してます。この人は申し込みするばっかりだよっていうのが、クレジットカードとかね、保険の面談と同じようにあるんですよ。ということは、いっぱいあるようでも無制限に受けれるわけではないんですよね。となると、割とね、バランスを考えた方がいいかなっていうことと、あとは同系列の会社の面談は限界があるんで、系列の全く違う、つながりのない面談を選んでいくってことになるんですよね。で、特にね、今ね、その面談を実際にするんではなくって、 Zoom とかの面談になってますんで、ものすごいね、申し込みが乱発してます。あと、こういうところに、そのポイントサイトとかに広告を出す企業さんの中では、その情報を他社に売り渡して、それがね、金融とかね、結構なんていうんですかね、アンダーグラウンドのところに出してしまう例もあったみたいで、一定の警戒はいるかなと思うんですよ。まあ、ですんで、たくさん面談しようかなと思う気持ちもあるんですけども、幾分ね、慎重に進めた方がいいかなというのが、まあ、私のここまでの感触ですね。実際ね、1社申し込んでみたら、なんか40社ぐらいから電話がかかってくるようになって、なんでやねんって感じでしたね。いや、それでね、ファクタリングっていう会社にも情報が渡っていて、まあ、私のね、データとかを取ったんでしょうね、きっと、細かく。まあ、YouTube も見てるみたいなんですけども、そういう意味ではチャンネル登録者数さんが増えてよかったなと思うんですけども、いろんな不動産会社の方がね、私の方に、ファクタリングとか申し込みをね、介入に来まして、結構な件数で40件前後ですけども、一つの電話で40件ほどね、そういうふうな形であったという、私も運が悪かったのかなと思いますけども、逆に運が良かったのかな、なんか、その速稼塾って何ですかって聞く方もいるんでね、そういうふうなね、営業マンが私から営業されるみたいなことも起きてくるんで、なかなか面白い現象だなと思いました。あ、ちょっとね、余計なことを話しましたけども、今回見たらね、ミスター M さんの動画の作り方、むちゃくちゃいいと思いますね。前半の方で時事問題、そして後半の方で、自分から提供するメッセージがあるということで、これはね、UWE-I の原則を思い出していただいたのかなと思います。この動画の作り方って常にこれじゃないといけないんですよ。まずは皆さんに関係があることで、あ、確かにねって思っていただいて、で、私もここに関係があるんですよっていう風な話も入りましたね、ミスタイムさんね、私も関西出身ですみたいな感じで、そうすると We ができるんですよ。ということで、共通認識ができた後に、いや、私から提案したいのはこれなんですっていうんですね。この順番すごくいいと思いますよ。で、大抵のうまくいかない方って、まずね、自分の言いたいことを最初にやっちゃうんですよ。今日は3万5000ポイント儲かる話ですとか言っちゃうんですよ。これはね、アウトなんですよね。これはね、
信頼をすごくね損なう行為なんで、今回の動画の順番っていうのはものすごい、ね、その全く逆ですから、すごく良かったと思います。なんか素晴らしい動画見れてね、私もねワクワクしました。これからもね、頑張っていただきたいかなと思います。よろしくお願いします。それでは失礼します。